はい、こんにちは、文具王です。ISOT3 日目ですが、取材抜けなどをチェックに再びやってまいりましたということで、初日の動画にアップできていなかったブースと、あとは ISOT 以外の展示ですね、8つの、展示が同時にやられていますので、ISOT 以外の展示の中から気になった製品をピックアップしていきたいなと思います。はい、株式会社ソラールさんの、ところに出ているコケプリっていうものなんですけれども、これ実はコケの、これプリザーブドフラワーみたいな感じでコケを固定化しているものなので、これほっといても枯れないコケなんですね。なので、枯れないというかもう枯れているといえばあれなんですかね。これをですね、こうやって飾ることによっていろんなこう装飾に使えるっていうものなんですけれども、水やりをしなくても枯れることなくってずっとグリーンでいられるということなんで、これジオラマを作ったりとか、こういうね、ものを作るのにすごい向いているということで、これ結構プラモの人とかね、いろんな人にかなりいいんじゃないのかなと思います。これいろんなこれからアプリケーションが広がっていくんじゃないかなと思います。非常に面白い素材だと思います。大阪シーリングさんのブースです。こちらで紹介されているのはこれですね、リンクシールって言ってですね、これシールなんですけれども、これ剥がすと、ペロッと剥がすとですね、真ん中ここの部分、糊がついていない部分があります。でこんな風な形になっていてタグ状になっているんですね。これをこの折り返して、ちょうどここのね、形が合うようにここのところを貼り合わせます。ペット、そうするとここの部分は糊がついてない部分があるので輪っかになった状態で、ここにお箸を通しますよと。で通したら残りここの部分糊が出ていますので、これをお皿にこうくっつけると、バーベキューとかね、そういうのやった時にこうお箸とお皿誰のだか分かんなくなるみたいなことがあると思うんですけれども、ここでプチッとここで切ってあげると、この箸とこのねお皿がリンクしてるわけですね。なんで、私のお皿これっていうのがすぐ分かるようになってるというシールになっていますと。大阪シーリングさんは OEM のメーカーさんなので、これ自体がですね今すぐ売られてるわけではないんですけれども、いろんな企業さんやなんかのノベルティなんかで使われたりとか、するということで、これからねちょっと今ねコロナでなかなかね、バーベキューなんかもできていませんけれども、なんかねこうパーティーとかバーベキューとかでよくありますよね、こういうわけ分かんなくなっちゃうっていうね。なんで同じようなことでですね、例えばカップとかそういうのもリンクさせておくことができるということなんで、これ便利なんじゃないですかねということで、いろんなところで、見られるようになったらいいななんて思います。これは日本のですね、もしもしとか、はい、チャラチャラとかドキドキとか、同じ言葉を繰り返す言葉に着目したカードゲームなんですけども、実は外国人からするともしもしとかって話してるのってすごい面白い響きに聞こえるみたいで、それを元にしたカードゲームなんですが、すべてカルタのような形で遊んでいただけるんですけども、すべてバイリンガルの表現になってますので、日本人も外国人も子供も大人も一緒にこう日本の面白さに触れられるようなゲームになってます。例えばこれセットになっているので、裏返して神経衰弱をしたりとか、あと例えばこうもしもしっていうとかチャラチャラっていうのを体で表現して、言葉当てゲームをしていただいたりとか、いろんな遊びができるんですけども、で逆に日本人からするとこう英語が横に書いてますので、英語表現の逆学びとかそういう学びにもなる。紅白クリエイトさんのブースです。今回出ているもので、手帳関係なんですけれども、オフィスタというブランドの手帳カバーなんですけれども、これ英語サイズなんですけれども、ここの部分がこうやってパカッと開くようになっていて、ちょっと A4 の紙をそのまま後ろに入れて、入れたままでこう閉じることができる、手帳カバー、ノートカバーみたいな形になってますよというものですね。これだと、半分の大きさでね、紙を折らずに持って運べるので、ちっちゃいカバンの方でも便利だよという感じの商品になってます。紅白クリエイトさんの新商品パッチーというペンケースなんですけれども、こう四角いね、直方体ですけれども斜めにファスナーがついていて、これを開けるとパカッと開きます。開いたところにここにマグネットがついているので、パチッと止まるのでパッチーっていうね、製品なんですけども、こうやって斜めにそのまま置けると、立つペンケースでも寝かせるペンケースでもない斜めのペンケースね。最近ちょっとね、取り出しやすさということで斜めペンケース、各社ちょっとね、いろんな形が出てますけれども、これもちょっと面白いんじゃないですかね。斜めペンケースになる
で、まあ、もちろん立ててもねそのままでも使えるわけですけれども、寝かせても使えるよということでこんな形になってます。こっち側はこう面ファスナーがついていて、中には、まあ、消しゴムとかそういうのを入れられる三角スペースなんで案外入りそうですねっていう形になってます。レスターというブランドのザットというお財布なんですけれども、小銭の収納方法が面白いので実演を見せていただきました。こちら普通の2つ折り財布なんですけれども、はい、私はあの極度の面倒くさがりなのでお会計の時にできるだけ手間を減らしたいということで、うん、ちょっとした機能をつけて販売してます。見ていただけるとありがたいですが、まずお札入れます。で、普段は小銭入れ開けて小銭入れたり、お札入れ開けてお札入れたりされると思うんですけど、お釣りもらったらもうここにザーッと流していただいて、このままポッケに入れて持ち歩いたりバッグに入れて持ち歩いてください。で、使う時はまあ、お好みのタイミングでいいんですが、縦にあのスマホを持つように持っていただいて、ここのステッチの部分をちょっと握っていただくと、こっちに小銭だけ映るようになってます。詳細としてはここにですね穴が開いてまして、硬い芯材を使っているのであのバネ式のあのメガネケースみたいなイメージで、ここを掴むことによって穴が開いて出てくるような形になってます。で、基本的にここを流した後は閉じていただければ戻りませんし、もし戻ってもこっちからは基本的に出ないように返しを保険としてつけてます。そんなお財布です。なのであの抱っこ紐とかされてるママさんとか、もう本当に面倒くさがりの方に向けた商品になってます。はいはい。テントさんと藤田金属さんの、ブースです。で、ここなんですけれども、すでに販売されている、フライパン10っていうですね、取っ手が取れるタイプのフライパンとね、今回新作ということで、こんなライトが出てます。テーブルランプ1という名前で出てます。で、これなんですが、まあシンプルな形で棒状のものの上に傘がついてるんですけれども、傘の上がスイッチになっていて、押すとこれで強さが変わっていくということでですね、3段階の強さが変わるようになってますという、どこにでも持っていけるライトなんですけれども、これ軸の部分が実はこれ電池ボックスになっていて、実はここのところ開けると中から電池が出てくるっていう、これ軸の太さがそのまま電池なんですね。で、電池がこの中に4つ入っていて、これでついてると。これあの1回スイッチをカチッと押すと1時間ぐらい電気がついてるそうです。真ん中ぐらいの強さでやってると、14、5時間は持つということなので、外に持ってってキャンプで使うもよし、とかキャンプとかに持っていくときはさらに下の板もこれも外れるそうなので、丸板と棒だけっていう状態になるので、まあ、持ち運びもできますよと。あ、ここネジで止まっているので、バラすと、板と棒だけみたいな状態になるので持ち運びもできるし、ちょっとねテーブルでまあ勉強したりとか食事したりみたいなところに置くことができるよということだそうです。川口マック工業は、段ボールの製造販売会社なんですけれども、自社の段ボール加工の技術を使って、まあ、こういった展示用の大型ディスプレイなどを提案していました。軽量で丈夫な強化段ボールを使ったモジュールを組み合わせることによって、さまざまな空間を演出できるというフレームなんですけれども、まあ、段ボールの良さをね、最大限利用した、まあ、廃材なんかもねあんまり出ないということなんで、なかなかねいい感じだと思うんですけれども、すごいのはここ無人でした。誰もいない展示でやっているということでですね、なかなかねコロナ時代の面白い展示だと思いました。あと展示会に持ってった装備について少しお話ししたいと思います。先日のコメント欄で両手を離してどうやって撮影してるんですかっていうふうに聞かれたんですけれども、こんな三脚を使っています。小さな三脚に長い棒がついていて、その上にスマホホルダーがついてます。まあ、伸ばすと背丈ぐらいまで高さが上がるので、これ1本で大体自撮りも手元撮影もできますよという感じです。持ち運びしやすいようにストラップなんかもつけて使っております。で、あとで、もらった資料なんかを放り込むのに、黒曜のモバコアップを持っていきました。肩掛けで四角い箱状なので、資料やサンプルを投げ込むのにちょうどいい感じですと。ね、こんな感じで肩掛けて使います。で、まあ、あとね、飯入れなんかをつけたりして、普通に使っておりますよということで、これすごい便利でしたね。はい、ということで、まあ、そんな装備でした。
はい、8つの展示が同時開催されていたので、まあ、ISOT 以外の展示も見てきたんですけれども、全体的には今回はコロナ関連の雑貨が多くて、まあ、マスクとかマスク収納ケース、フェイスシールドとか、まあ、アクリルパーテーションとか、殺菌、除菌、それから、まあ、あとエコバッグみたいな感じでしたね。ということで、まあ、隣の展示棟で開催されていた販促関連もね、見に行ったんですけども、こっちはもう完全にアプリによるマーケティングとか、まあ、営業の自動化、顧客管理支援、動画制作というね、まあ、特に動画制作なんか結構頑張ってる感じでしたけれども、まあね、だいぶ変わってきた印象はありましたという感じで、まあ、来年はね、コロナ落ち着いてほしいなってとこですね。海外ブースなんかも戻ってきてほしいし、まあね、出店ももっともっと増えてくれると本当は嬉しいななんて思うんですけれども、なかなか難しい局面ではあるなという感じの ISOT でした。ということで、また来年も機会がありましたら皆さんにですね、ご報告したいなというふうに思います。ということで、今年の ISOT の報告でした。文具王の YouTube チャンネルでは日々幅広い文房具情報をどこよりも詳しく解説発信しています。ぜひチャンネル登録、高評価、そしてもしよかったらチャンネルメンバーシップの登録などよろしくお願いいたします。